田中エミリのエミリチャンネル。はい、どうもこんにちは、田中エミリです。またよろしくお願いしますね。今日はね、まだ開店前なんですけども、会場はしてるんですけどね、大森フォークタウン風に吹かれてさんっていうフォーク酒場に来ております。今日はね、以前ですね、石川町の方にタップっていうライブハウスがありましてね、私も出させていただいていたんですけれども、そこが4年ぐらい前に、亡くなってしまいまして、そこに出ていたミュージシャンの方とかお客さんとかが、集まって同窓会をするというイベントでございます。というのはね、名目でございまして、実はですね、一郎さんという方がいらっしゃいましてね、その方の還暦のお祝いをドッキリでしちゃうっていう、総勢50人ぐらいでね、こうやるっていう、ドッキリを仕掛けるっていう、そういうあれでございます。全然ね、一郎さんにはね、全然誰も話してないんですよ。だから本当にね、なんていうか、どういう反応するかすごい楽しみなんですけれども、いやもうね、一郎さんにはね、随分お世話になりまして、私が音楽を始めたばっかりの時からね、もう一郎さんのおかげで私はいろんなこういうステージとかに立てるようになったわけでございます。とここのお店はですね、フォーク酒場って言いまして、来たお客様がね、自由にこうお酒とかこう召し上がりながら楽器を演奏したり歌ったりという、とてもなんかフランクな、ね、お店なんで、ライブハウスっていうよりは、あ、どうもお久しぶりです。いやもう本当に、いや活躍なんて何もしてませんよというかでね、たくさんのお客様がね、もうどんどんいらっしゃってますからね。そう、ほらピアノとかね、こうギターもね置いてあって、こうお客様がもう自由にこう弾いて、弾き語りをしたり、楽器が弾けない人は歌うだけっていう人もね、伴奏してくださる方がいらっしゃるんで、別に楽器が弾けなくても十分楽しめるっていうお店です。いやね、もうすぐね、一郎さんが何も知らない一郎さんがね、アホ面下げてのこのことやってくるわけですけれども、まあでもね、あったかいですよね、みんなね、こうやってお祝いしてくれるというね。お店の紹介とかしちゃっても大丈夫ですか？動画撮っちゃって。いいよ。いいですか？この方が店長さんの金谷敦さんっていう方で、往年の方はピピアンドコットのあっちゃんって言えばピンとくると思います。このね、よろしくよろしくお願いしますということでね、いただきます。今ね、何も知らない一郎さんがですね、青空下げてきましたよ。来た来た。あ、ごめんごめんごめん。お久しぶりです。ビールがうまい。まゆまゆ。うん。ここのピザ美味しいんですよ。そうね。あ、大丈夫です。自撮りが好きなんで。うん、うん、これで髪の毛まで一緒に食べるっていうね、これがベスト。うん、これね、マルゲリータピザって言ってね、この大森フォークタウン風に吹かれてさんはお酒もいいんですけど、お料理もね、とっても美味しくて、私は大好きなお店なんですけどね。こう歌も歌えて、お酒も飲めて、食事もできるという、木曜日はね、レディースデーって言いまして、
女性はチャージ料金無料なんですよ。まあ男性はいつものようにチャージ料金1600円払うんですけどね。まあ大体私はね、木曜日のレディースデーの時にね、チャージが無料の時にしょっちゅう来てます。全然懐かしいメンバーの持ち込みで踊るだよ。イエーイ。ありがとうございます。
けしちゃったよ、これでも本当にね、知らなかった全然い鈍いね、そういうのね、僕やっぱり鈍いんだな。いやでも本当にね、でもこれだけの人が集まるっていうのは、うん、一郎さんの人徳だと思うんですよ。本当はあれですか、本当にね。ということで、今日の恥ずかしくなんですよ、穴があったら入れたいですよ入れてくださいということでね、今日の、還暦、一郎さん還暦ドッキリでございました、今日のエミリチャンネルでございます。